随分と騒がしいですね。魔獣に関する情報かもしれない。聞いてこよう。どうして誰も信じてくれないんだ。俺は嘘だってついてねえ。全部本当なんだ。一体何の話です？あんたも聞いてくれ。俺は行商人なんだが、旅の途中で見ちまったんだ。何を見たんだ？巨人さ。巨人？お前も信じてくれねえのか。でかい図体で、あんなのは巨人としか言いようがねえ。無駄骨だったな。ええ、行きましょう。待ってくれ。本当なんだって。どうして誰も信じてくれねえんだ。ではあなたが見たという巨人の特徴について全て話してみてください。身長は俺たちなんかの比じゃなくてよ、持っているコンボが人間くらいの大きさだった。あとは全身が金属みてえに硬そうな筋肉で覆われて、そこかしこに入れ墨が入っていたな。まさかアリス。その巨人をどこで見たのか答えてください。アリス、どうしてあんなに強く商人に詰め寄ったんだ。それはあの者が語った巨人の特徴に私自身覚えがあるからです。どこで聞いたことがあるんだ。見習い聖豪騎士だった頃に教わりました。私たちが倒すべき暗黒騎士の住民として。つまりその巨人ってのは暗黒界に住んでいるのか。ええ、ジャイアント族と呼ばれている暗黒界に住まう種族の一つです。しかしジャイアント族が人界をさまよっているなどありえない話です。暗黒界に通じる南の回廊は聖豪騎士が守って。まさか。どうした、説明してくれ。南の回廊で異常が起きたという報告が対策本部に上がってきていたんだ。そしてその問題を調査するためにエルドリエが派遣されたんだ。ではエルドリエ様はジャイアント族と戦っているのでは。もしそうなら南の回廊が破られたということに。可能性は高いだろう。現にジャイアント族が人界内で目撃されているんだから。そうですね、エルドリエがジャイアント族に負けることなどありえませんが、主として彼の身が心配です。ひとまずは人界で目撃されたというジャイアント族を探そう。そうですね、状況を確かめた上で南の回廊を目指しましょう。わかりました。ではジャイアント族の情報を集めましょう。その後俺たちは調査を進めるも、新たなる巨人の目撃情報は得られなかった。結局巨人に関する有力な情報は得られなかったな。仕方ありません。今日はこの辺りで野営をしていきますか。ああ、そうだな、明日に備えよう。いいな、こんな夜中にどこへ行くんだ。この距離じゃ聞こえないな。彼らは一体何者なんだ。そしてメディナ、君は一体。おはよう、キリト。おはよう。どうかしたか。いや、なんでもない。少し寝ぼけているのかも。まったく、しっかりしてくれ。今日こそは巨人の情報を手に入れなければならないんだろう。そのためにもまずは情報が得られそうな場所に当たりをつけないとな。それなんだが、私に一つ思い当たる場所がある。
そこへ行ってみないか。巨人の足跡がそこにあるのか。それが巨人の足跡かどうかは行ってみなければわからない。だが有力な情報だと思う。なあメディナ、前も勘でカラントを見つけてくれたけどさ、本当は何か秘密があるんじゃないか。秘密？そうだな、あるといえばある。え？実は私は昔から妙に勘が当たるんだよ。雨が降る前の日、あとはお気に入りの猫がいる場所だとかをうまく当てられていた。へえ、そうなのか。うむ、だから心配するな。わかった、メディナの提案に従おう。よし、それでは出発だ。